創世記第34章。レアがヤコブに産んだ娘デナはその地の女たちに会うと出かけて行ったが、その地の司ヒビ人ハモルの子シケムが彼女を見て引き入れ、これと寝て恥ずかしめた。彼は深くヤコブの娘デナを慕い、この娘を愛して年頃に娘に言った。シケムは父ハモルに言った。この娘を私の妻にめとってください。さてヤコブはシケムが娘デナを汚したことを聞いたけれども、その子らが家畜を連れて野にいたので彼らの帰るまで黙っていた。シケムの父ハモルはヤコブと話し合おうとヤコブのところに出てきた。ヤコブの子らは野から帰り、このことを聞いて悲しみかつ非常に怒った。シケムはヤコブの娘と寝てイスラエルに愚かなことをしたためで、こんなことはしてはならぬことだからである。ハモルは彼らと語っていった。私の子シケムはあなた方の娘を心に慕っています。どうか彼女を彼の妻にください。あなた方は私たちと婚姻し、あなた方の娘を私たちに与え、私たちの娘をあなた方にめとってください。こうしてあなた方と私たちとは一緒に住みましょう。地はあなた方の前にあります。ここに住んで取引し、ここで財産を得なさい。シケムはまたデナの父と兄弟たちとに言った。あなた方の前に恵みを得させてください。あなた方が私に言われるものは何でも差し上げましょう。たくさんの結納金と贈り物とお求めになっても、あなた方の言われる通り差し上げます。ただこの娘を私の妻にください。しかしヤコブの子らはシケムが彼らの妹デナを汚したので、シケムとその父ハモルに偽って答え、彼らに言った。我々は割礼を受けない者に妹をやることはできません。それは我々の恥とするところですから。ただこうなされば我々はあなた方に同意します。もしあなた方のうち男子が皆割礼を受けて我々のようになるなら、我々の娘をあなた方に与え、あなた方の娘を我々にめとりましょう。そして我々はあなた方と一緒に住んで一つの民となりましょう。けれどももしあなた方が我々に聞かず割礼を受けないなら、我々は娘を連れて行きます。彼らの言葉がハモルとハモルの子シケムとの心にかなったので、若者はためらわずにこのことをした。彼がヤコブの娘を愛したからである。また彼は父の家のうちで一番重んじられたものであった。そこでハモルとその子シケムとは町の門に行き、町の人々に語っていった。この人々は我々と親しいから、この地に住まわせてここで取引をさせよう。地は広く彼らを入れるに十分である。そして我々は彼らの娘を妻にめとり、我々の娘を彼らに与えよう。彼らが割礼を受けているように、もし我々のうちの男子が皆割礼を受けるなら、ただこのことだけでこの人々は我々に同意し、我々と一緒に住んで一つの民となるのだ。そうすれば彼らの家畜と財産と全ての獣とは我々のものとなるではないか。ただ我々が彼らに同意すれば、彼らは我々と一緒に住むであろう。そこで町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シケムトに聞き従って、町の門に出入りする全ての男子は割礼を受けた。三日目になって彼らが痛みを覚えている時、ヤコブの二人の子すなわちデナの兄弟シメオンとレビとはおのおの剣を取って不意に町を襲い、男子をことごとく殺し、また剣の刃にかけてハモルとその子シケムとを殺し、シケムの家からデナを連れ出した。
そしてヤコブの子らは殺された人々を剥ぎ、町をかすめた。彼らが妹を汚したからである。すなわち羊、牛、ロバ、および町にあるものと野にあるもの、並びにすべての家財を奪い、その子女と妻たちを皆虜にし、家の中にあるものをことごとくかすめた。そこでヤコブはシメオンとレビ人に言った。あなた方は私をこの地の住民カナン人とペリジ人に忌み嫌わせ、私に迷惑をかけた。私は人数が少ないから、彼らが集まって私を攻め撃つならば、私も家族も滅ぼされるであろう。彼らは言った。私たちの妹を遊女のように彼が扱ってよいのですか。